ブランドロゴディリバスのアイテムコーディネートディリバスは日本のファッションブランドヘビーメタルバンド2015年から活動を開始物語の世界からやってきたウサギドリーがこちら側の世界を侵略するというストーリーでドリーがデザインされたアパレルアイテムを発表している物語の世界で滅びた王国の名前こそがディリバスでありドリーはその再建を夢見ている 2018年からは、ドリーにとらわれないデザインのアイテムを発表している。また、え、ビメタルバンドとして楽曲の発表も行っている。キャラクター、ドリーを中心にアイテム展開している。ドリーの持つ可愛さと狂気をコンセプトとしている。ディリバスというブランド名は、デスとアライブを組み合わせた造語であり、死の衝動の中にある名前の執着。 という意味が込められている。アイテムは主にオンラインストアにて販売している。デザインフェスタやクリエイターズマーケット等のアートイベントにも出展している。デザイナーについては写真以外の情報は公表されていない。絵から生まれたウサギ。5月14日生まれ。愛称はドリーちゃん。王国ディリバス再建のためこちらの世界へやってきた。身長は耳まで含めると 約55センチメートル。左右非対称の目と縫われた口が特徴。好きなことは絵を描くことで、好きな人はイングベイ・ジェイ・マルムスティーンとグラハム・ボンネット。2016年にバンドとしてのディリバスを結成。楽曲ディア・リブズを発表。2017年にはメンバーを増強し、バージョンアップしたディア・リブズを発表。また各種配信サービスでの配信を開始した。 2018年にはディアリブズのカラオケ配信を開始した。2019年にはボーカルのヒカルがディアリブズのアルバムバージョンを収録したベストアルバムリインカネーションを発表した。2020年にはクラウドファンディングにて資金を募りミュージックビデオの制作が決定したが2019新型コロナウイルスの影響により撮影の無期限延期が発表された。 ありがとうございます。